こんにちは。めぐりヨガインストラクターのさやかです。本日は骨盤調整ヨガで腰の痛みを改善していきましょう。骨盤を支えているお尻と、そして上半身と下半身をつなぐ股関節の周りの筋肉をほぐすポーズで、腰の張りや痛みを和らげていくポーズを紹介していきます。まずは楽にあぐらをかいて座った状態から、ご自身の普段通りの呼吸をしながら、両手前でつないで手のひらを外、気持ちよく背伸びをして背中周りもほぐしていきましょう。吸う息で気持ちがいいところまで伸びたら、吐く息でゆっくりと両手を体の横に下げてきてください。下げたら息を吸いながら肩を持ち上げて首の横を縮めましょう。縮めた後に吐く息で脱力して余分な肩の緊張をほぐしましょう。それでは両足、体の前で足の裏同士を合わせて座っていきます。足の付け根や膝周りが辛くない程度にかかとを体に引き寄せてみてください。両手でつま先を持ったら、まずはその場でお尻の右と左をゆっくり持ち上げるように揺らします。骨盤の一番下にあたるお尻の骨、座骨の位置を確認して、お尻の筋肉をマッサージしていきます。だんだんとほぐれてきて座骨の位置が確認できたら動きを止めましょう。それではお尻の右左、体重を均等に乗せて背骨を長く引き上げましょう。合席座という座り方です。ここで呼吸を整えます。自然な呼吸から、徐々に呼吸のペースをゆっくりに変えて、普段よりも落ち着いて丁寧に呼吸ができるペースを見つけてみてください。そのまま鼻の調子などに違和感がなければ、口元を軽く閉じて鼻で呼吸を行います。鼻呼吸にも慣れてきたら、吸う息、背骨を長く伸ばしておいて、吐く息、お腹から上半身を前に倒しましょう。ゆっくりで結構です。合席座の前屈のポーズと言います。呼吸を繰り返して、背中が丸くならないように背骨は長いまま上半身を前に倒すようにしていましょう。両足のももの内側、足の付け根周りをほぐして、そして背骨を長く保つことでお尻や腰の筋肉も伸ばしてほぐしましょう。それではあと一呼吸。吐き終わったら腰から体を持ち上げて元の合席座の姿勢に戻りましょう。呼吸を整えます。股関節の周りがほぐれることで足元にかかる負担、腰にかかる負担を軽減したら、次のポーズ、両足を前に伸ばした長座の姿勢になってから、つま先をバタバタと横に揺らして、今刺激を入れた足の付け根の周り、ももの周りをゆっくり緊張をほどくように刺激をします。落ち着いたところで動きを止めて、左の足をまっすぐ前に出しましょう。右の足は膝を立てながら持ち上げて左の足の外に出していきます。足元をクロスさせた姿勢です。両手で右の足を抱えて、座骨を起こして、背骨を長くキープ。まずはこのまま呼吸をしてください。左右のお尻に体重を均等に置いたまま、吐く息に合わせて、体の中心から上半身を右にねじっていきましょう。ゆっくりで大丈夫です。
脇腹や腰が少しずつ引き伸ばされていくところでキープしながら、落ち着いてきたら右の手をゆっくりと体の後ろに回しておいていきます。指先でマットを捉えて少しだけ押してあげる。背骨をさらにねじりながら長く引き上げましょう。脇腹、腰、お尻につながる筋肉をストレッチしてほぐします。お尻がほぐれることで腰周りも楽になります。あと一息、吐き終わったらゆっくりと体を中心に戻して、右の足と左の足を入れ替えましょう。今度は右の足まっすぐ前に伸ばしたら、左の足を右の足の外に出します。左の足を抱えながらゆっくりと背筋を起こして呼吸を繰り返しましょう。左右のお尻もう一度体重を均等にかけたら、吐く息で今度は左方向に向かって体をねじっていきます。脇腹、腰、背中が気持ちのいいところをキープしながら、左の手、指先を体の後ろについて、指先でマット少し押してあげながら背骨を長くそこでキープします。背中の筋肉もほぐれることで腰周りへの負担が和らいでいきます。体の内側、骨盤の中に収まる内臓にも刺激が入るポーズ。内臓の機能が高まることで体を内側からもすっきりとさせましょう。あと一息、吐き終わったら元の体勢に戻ります。ゆっくり正面に戻って左の足下ろしましょう。少し開いてもう一度つま先をパタパタ、足元の緊張がほぐれたら一番初めの楽な姿勢に戻っていきます。脇腹、腰、お尻周りの筋肉がほぐれることで骨盤の周りの歪みも調整され、そして腰にかかる負担が軽減することで腰の痛みも和らげるポーズです。腰の痛み、腰の張りが気になる方、ぜひ毎日行っていただいて、気持ちの良い、腰痛のない、まっすぐな姿勢を手に入れてみてください。それでは以上で終わります。ありがとうございました。